クロトン、ニバダ、グレンチェン、フリーメイソン、秘密結社、10KTGF、ワンピースケース。クロトン、ニバダの自動巻き時計です。アビエターシーダイバーで一躍有名となったクロトン、ニバダ。本品は、そんな同社のフリーメイソン、金針モデルです。秘密結社として知られているフリーメイソンのシンボルマークが描かれた希少なコレクションです。文字盤はヘアライン仕上げのシルバーカラー、くさび型アラビア文字インデックスとエッジの際立つドルフィンハンドの組み合わせ、中山張りの独特な雰囲気を醸し出した他にはない風貌です。金張りケースはラウンド型、裏蓋はケースが一体型となったワンピース構造です。スナップバック式やスクリューバック式の裏蓋の時計と比較して密閉性が高くなっています。高級感あふれる金針フォルムや立体感のある多面カットラグなどこだわりがうかがえる一品。コレクターの方はもちろん人と被らないアンティークウォッチをお探しの方におすすめです。クロトン。クロトン社は1878年の創業の時計メーカーです。1900年代初期には創業地のアメリカからスイスに拠点を移し、ニバダ社を買収するなど積極的に時計の製造販売を行ってきました。ニバダ。ニバダは1926年スイスのグレンヘンで創業した歴史ある時計メーカーです。日本では馴染みはありませんが、海外では一目置かれる存在です。操作方法。右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを引いて回すと時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。サイズ、ラグ幅 17mm です。ケース径は 33mm、 リューズ含まず、縦ラグからラグまで約 38mm、 厚さ約 10.5mm、 風防を含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。